皆さんこんにちは。このガチャジャングルにはたくさんのヴィランが潜んでると言われています。では出発、パオンパオン。皆さん手や足や尻尾ははみ出さない。インタビュー中に横切り小学生。うちの学園の生徒を創立100周年のサポーターに選ぶなんて、この美術館勇気ありすぎじゃね。嘘つけ。え、はい、終わりました。トラッパラさんがやってきましたよ。トラッパラはアオリカリアコイワク族の動物です。こういう笑い方の方いるよね。好きだな。なんかさ、私ツイッターでツイートしたんだけど、あ、ごめん、めんどくさ、ツイッターでいいよ。ツイッターでツイートしたんだけどさ、あのディズニー100周年のディズニースタジオに置いてある絵画からディズニーキャラクターがいっぱい出てくるみたいなアニメーションが公式で出たんだよね。多分さ、それ今度やる100周年のさ記念アニメーションの番宣か何かだと思うんだけど、あれさすごいよね本当に。あんなキャラクターが、しかもそのアニメーションの原画のままだよ。みんな 3D とかみんな 2D 化するんじゃなくて、 3D は 3D、 2D は 2D のキャラクターがたくさんいるので、ボルトとかもいたの。いや、ボルトさ、なんか隠れ名作だと思うんだけど、ボルトのイベントやってくれないかな、映画研究会で。ちょうどいいテーマだと思うんだけどな、ハッピー100周年アニバーサリー。いきますね。でね、ハンスがエルサに氷漬けされてた。ハンスってなんか痛い目あってるけど、なかなか美味しいポジだと思う。ああ、この美術館100年続いてるだけあって、面白い展示も結構あるじゃん。ワンラム流して。100年先も愛を誓うよ、僕は君を捨ててる。芸術鑑賞って退屈そうだし、サポーターとか無理って思ってたけど、意外と楽しめるかも。あ、やっぱ芸術そんな好きじゃないんだ。さすがだな、もう本当にリアルにいそうだもん。で、基本こうじゃない、みんな芸術大好きですっていう人なかなかいなくない。まあいるっちゃいるけど、ごめんなさい。あ、出た、トランプ兵の絵発見。ビシッと並んでんのかっけー。特にさ、高校生なんてなかなかいなくない、高校で出たトランプ兵。え、一だけじゃない、え、みんなすっごい勢ぞろいしてる。え、これさ、順番間違えたら首跳ねられるんでしょ、かわいそう。うむうむ、この一糸乱れぬ姿は壮観じゃな。リリアちゃん、なんか私声かかれてる気がする。ちょ待って、お茶飲む。リリアちゃんじゃない。あ、リリア先輩。あ、リリア先輩、この絵の良さがわかるとはお目が高いなんて。本当に思ってもないこと。リリアちゃん、目にメイクしてる、かわいい。かわ、隊列が乱れると全然決まらないもんな。特に行進はビシッと揃えてこそですよね。まあ確かにね。なんかでも多様性重視して、これからは乱れる隊列も作ろう。その通り、行進の真髄を分かっておるとは、お主なかなかやるな。確かにね。なんかタイがさ横に並んでるだけでテトリスに見えてこない。テトリスが上から下に落ちてくる構図に見えてこない。それほどってなんて。うちの寮の法律に寮生全員で更新しなきゃいけない日があるだけっすよ。あ、そうなの。何やその意味わかんねえ。くふふ、入学してすぐに練習が始まるそうじゃの。同級生たちがぼやいているのを何度も耳にしたわい。へえ、更新の練習ってやっぱ必要なのかな。いやー、ぼやきたくもなりますって。寮長だけじゃなく、普段は優しい先輩たちもビシバシ指導してくるし。まあでもこういうのはいいんじゃないよ。無理のない法律は守ってもいいんじゃないかな。入寮して初めての更新なんてもう最悪。この絵のトランプ兵たちとは似ても似つかなくって。え、ケイト先輩が撮っておいてくれた動画を見たら、1年生はほぼ全員動きがバラバラ。見たい、それいいじゃない。
っぱこれからどんどんベテランになっていくんだろうね、3年間を通じて。どいつもこいつも手足が上がりきってないわ、視線も下がってるわ、で超ダサい、笑いもしねえって感じ。多分3年生の先輩は隊列うまくできて生きる先輩もいるだろうね。おダサい。ちなみに俺は初回から褒められましたけどね、勇ましさがハートのトランプ兵らしくてよろしいって。あ、そうなんだ、よかったね、嬉しいんだ。先輩たちの動きとか動画をちょっと見て真似すりゃ簡単なのに、みんななんであんなに苦戦するんだか。協調性がないからじゃない、これの一択だと思うんだけど。ほほうほほ、どうしたのリリア。リリアちゃんのメイクかわいい、なんかパンクバンドみたい。え、何その笑顔、急に気味悪いんすけど。ほうほう、なんだ気味悪いって、リリアちゃんになんていう口利くんだ、土下座しろ。ごめんなさい、キュートなわしに気味が悪いとは失礼な。本当だよ、そういうお主こそかなりの努力家ではないか。ひどやセリフだよ、おじいちゃんいたわれ。努力家、俺には縁のない言葉っすよ。え、でもエースはなんだかんだうまくやるから努力してるイメージあんまないな。先輩を手本にするだけでなく自主的に動画まで見て練習していたとは、見直したぞエース。あ、まあ確かに、なんとなく、まあ一回は練習したってことだよね、ファーストテイク。ああもう頭撫でないでくださいよ、別に真面目に頑張ったわけじゃないですって。いいよねこれ、授乳室みたいで。居残り練習とかなったら面倒だしダサいじゃん、だからさっさと終わらせたかったの、それだけで。でもそれって努力じゃない、いいじゃん努力って認めれば。そう向きになって否定するものではない。ねえ、なんで努力ダサいみたいな言い方してるの。自分の思うかっこよさを追求するために努力したお主はとても立派だと思うぞ。ねえ、努力の何がダサいの教えて。別に向きになってないし。なってるって、この話続けたら延々といじられる流れじゃね。うん、俺あっちのかっこいい絵を見に行きますんで。え、離れるの。やあ、逃げた。こらこら、わしを置いていくでない。これが世に聞く思春期ってやつなのかの。あ、そうかもしれないね、リアちゃん、ビアには来なかったのかな思春期って。逃げたぞ、プレゼンター置いて。100周年アニバーサリー。あ、どれどれ、かっこいい絵というのは。おお、百獣の王ではないか。貫禄があって惚れ惚れするわい。ハイエナどもよ、まるでイボイノシシだ。あの歌、レオキン TV にぜひ歌ってほしい、熱唱してほしい。レオキン TV にマジフト中にやってほしいわ。結局リリア先輩ついてきちゃったし、まあ貫禄があるっていうのは同感です。なんかさ、スカさん、スカのおやつさんってさ、結構最終的な評価としてはなんか無能みたいなイメージあるじゃん。でもさ、頭クソいんだよね多分。だってさ、王を自分の犯行とバレずに追い詰めたわけだから、それって結構の頭の良さあるんだよね。頭は良かったけど多分王としての素質はなかったんだろうね。なんか頭の良さとイコールじゃないよね、王の素質って多分。百獣の王に逸話は数多く残されている。パッと見ただけじゃどの場面を描いた絵か判断がつかぬの。いやー、イケメンなんだよな、スカのやつさん、ボイスもいいよね。横に貼ってある解説によると、とてもじゃないけど憧れる対象ではないけど、家臣のハイエナに国の今後の展望を語り聞かせているところみたいっす。あ、楽しそう。困りじゃなくてね、これは昔話の桃太郎を教えてる場面じゃなくて。百獣の王がハイエナを頼りにしてたエピソード、俺結構好きなんだよね。ああそうだね。あと百獣の王が民衆に歌を披露したっていう逸話も。あ、え、子供の世界。うむ、あの逸話は良い。自国をより良くするという誓いを歌に込めるとは粋な王よ。なんか受け取り手によって、まあ、確かに間違ってはないか言ってることですよね。歌を聞いたハイエナたちが大盛り上がりで一晩中歌って踊ったのも納得。王様万歳、王様万歳だっけ。あっちか、いつはスモロワールドじゃなかった。百獣の王って見た目は近寄りがたいけどカリスマ性があったんだろうな。まあ悪のカリスマだよね。なんかさ、
スカーのやつさん、この世界だとカラオケ王者みたいなイメージあるの？民心を動かす歌唱力の持ち主じゃからの。世が世なら歌で世界を席巻していたかもしれん。ああ、ビヨンセみたいな。リリアちゃん、スカえ、すごい、初めてかも。スカーの親父さんとビヨンセを重ねる人。確かに、百獣の王と同じ時代に生きてたら一緒にカラオケ行ってみたかったわ。え、裏切られるよ、最終的に。多分ハイエナカラオケ室に連れてこ来てボコボコにされるだろうね。カラオケといえばセベクと共に行ったそうではないか。嘘でしょ、エースが。ああ、セベクに聞いたんすか。デュースとオンボロ寮の2人。あ、1年生で。それからジャックとエペルも一緒だったんだけど、いやマジでめちゃくちゃだったな。え、クソデカミュージカルも行くのカラオケ、珍しい。慣れてないやつばっかで、曲の入れ方もフードの注文も全部教えたわ。感覚でわかるでしょ普通。じゃあ、適当にパプリカでも歌ってれば。入店から30分ぐらいは一曲も歌えなくて、お前ら何しに来たわけっていう。え、そんな機械音痴なのみんな。そう言ってくれるな。お主とて不慣れな分野はあるじゃろ。うん、でもさ、まあでもカラオケの採点機能であいつらと勝負したのは面白かったかも。え、ちょっと待って、30分教えられなかったの？カラオケの機能を。カラオケ対決か。次回はわしも参戦したいの。それで勝者は一体。いや、リリアちゃんさ、今までシャウト聞いた声って思ってたのにさ、なんか7章では美声になっちゃってさ、あれどうなってんの本当に。え、リリアちゃん、私たち騙してたんですか。ショックだわ正直。シャウターの人かと思ったんだけどな、リリアちゃん。そりゃあもちろん、このエース君に決まってるでしょ。エース君、100点出した時全員が嘘だろって間抜け面してたのは気分よかったわ。100点。エース歌うまいの。ハンデやるために最近流行ってる曲を振り付きで歌ってやったんですけどね。え、エースって歌うまいんだ、100点って。おお、体を動かしながらの歌唱でも歌の質を落とさんとはやるの。でもね、カラオケの面白いところってその曲を本人が歌っても100点取れないところなんだよね。まあ俺はあいつらと違ってミドルスクールの頃はカラオケによく行ってたんで。あ、そうなんだ、カラオケ。それにしてもあいつら歌の練習をして次こそは勝ってやるなんて息巻いてたけど。何歌ってるんだろういつもカラオケで。ナムアミホレンキョ。採点機能って高得点出すためのコツがあんの。ただ歌が上手くてもダメなんだよ。あ、そうだよね。あ、あの調子じゃ次も俺が優勝いただきだね。なんかテクニック熟知してずるいな。くふふ、どうやら普段一緒に行かないメンバーでも楽しめたようじゃな。でも正直さ、カラオケってさ音で判断してるから別にセリフ言わなくても、でもいけるんだよね多分。まあ悪くはなかったかな。あ、そう。あいつらの選曲が親世代に流行った古い曲とかマイナーな民謡とか。え、何それ、ディズニーアレンジ。普段聴かない曲ばっかだったのは新鮮だったし、地元でつるんでたメンツとは全然違えよ。ジャックの王様になりたいとか、セベクのいつか夢でとか、エペリンゴのいつか王子様がとか。ハッピー100周年アニバーサリー国立美術館。あ、出た。この絵は海の魔女に仕えてたっていうウツボたちか。いや、ほんと仲いいよね、アースラとこの二人。泣いてたもん、アースラ亡くなった時。うむ、彼らは悩める人魚を見つけると慈悲深い海の魔女に助けを求めるよう導いたと言われておる。すごい、切り抜き分野に長けた新聞社がいるんだろうな、きっと。へえ、ちょっといかつくて怖そうだけど
見かけによらないっすね。まあでも可愛いよね、フロットサム、ジェットサムは。見かけによらないといえばエースよ。お主この前マジカメでバズっておったの。なんでリリアちゃんそんなにエンタメに触れてるの。げあの投稿リリア先輩も見たんすか。なんかすごいよね。バッチリ見たわい。え、結構 SNS 見んのかなリリアちゃん。血まなこにして派手なガラシャツの怖そうなお兄ちゃんがバーガーショップで子供に親切にしてくれたとな。勝手にあげるな。いいことをしたではないか、派手なガラシャツの怖そうなお兄ちゃん。あ、ツイートってことこれ。写真付きじゃなくてね。ちょ、からかうのやめてくれません。あー、エースのこと。コメント欄ではキャップに燃えるとか、怖い人ほど心が優しいとか好き勝手に書かれてたけど。あ、エースが助けたってこと。服装だけで怖いって言われるのも、勝手に優しいとか決めつけられるのもマジで心外なんだよ。ちょっと待って、あ、エースのツイートがじゃなくてエースのそのターゲットになったツイートがってことか。つうか、あの日一緒にいたバスケ部の連中が柄悪くて俺まで怖く見られたんだと思うんだよな。スラムダンク？スラムダンク出身だよね。そもそもあの柄シャツだって俺の趣味じゃねえし。どういうこと？前にフロイド先輩に反強制的に買わされたから着ていかないとまずいなって思っただけで。あ、フロイドもいたのか。ふん、見た目に関しては誤解じゃったか。しかし子供に優しくしたのは事実じゃろ。どうしたの急に。違いますよ、俺はただいらないものを押し付けただけ。え、いらないものを押し付けた。何？それがどうして親切にしてくれたってなるんじゃね。部活仲間と麓の町のバーガーショップ行ってセットを注文したらおまけのカードがついてきたんすよ。あー、ハッピーセット。最近公開された映画とコラボしたキャンペーンだかなんかをやってたらしくって。うん、俺も知ってる映画だから開けては見たけど、カードなんていらねえって思ってたら。あ、確かにいらないかも。たまたま近くにいた子供が大泣きしてたんすよ。ヴィランじゃなくてヒーローのカードが欲しいって。いやー、私もね、多分小さい頃だったら泣いてるかもしれない。なんでヒーローじゃないのって。まあでもね、大きくなると結構ヴィランの良さも分かってくるよね。だから俺が持ってたカードをあげたってだけ。ちょうどその子が欲しがってたやつだったんだよ。ああ、そうなんだ。捨てる予定だったってこと。俺はいらないものを処分できるし、大号泣を BGM に飯食わなくて済むし、ちょうどいいじゃん。確かに。まあ確かにエースがそんな自分が欲しいものをあげるとは思えなかったけどね。こうしてエースの言い分を聞くとほっこりエピソードには程遠いのねえ。だからゴミを押し付けたようなもんでしょ、エースからしたら。でしょ。なのにマジカメではいい人扱い、周りのやつらにはめちゃめちゃいじられるし。あー、なるほどね。なんか NRC 生の行いもこういうこと多いかもね、もしかしたら。不本意ながらいいことになっちゃった場面を切り抜かれて伝わってるみたいな。しまいにはバズりを知った学園長にまで素晴らしい行いですって過剰なくらい褒められてさ。素晴らしい行いです。いや、先入観って怖いわ。もし俺が制服着てたら投稿されても全然バズらなかったと思うし。え、なんでモノマネしてるの、ね、いつも毎年してるよねモノマネ。金太郎を目指してるのかな。人間は見た目じゃないとか言うけど、やっぱパッと見の第一印象って大事だよね。トゥームレイダーエースの本音を聞いたら投稿者の親子はびっくりするじゃろうな。でも安心したわ。なんか急にキャラ変したのかなって思ったけど、そうでもなかった。さて、わしはそろそろ他の展示室を見に行くとしよう。ではな、エース。リリアちゃん、どこ行くんだろう。ファミリーと一緒に見るのかな。行っちゃった。ああ、リリア先輩、俺のこといじりすぎでしょ。さーて、次は何を見よっかなーって。なんか、やっぱ、生人間だね、エースは。生身すぎる人間。ん？おっと、あ！うわ、セイウチとオイスターの絵だ。こうして見ると、セイウチってマジで紳士っぽい。うわ、これモザイクだわ、普通に。だって
お亡くなりになってるよ、物語の中で。食べられてるよ。うわ、この場面来るの？じゃあ全員がヴィラン。あ、ヴィランはヒーロー側かってこと？え、何この顔？なんかめちゃめちゃイケメンな顔してるじゃん、エース。あ、触れないよ、海岸。オイスターたちも見た目に騙されたんだろうな。かわいそすぎて同情するわ。なんてね。かわいそう。でも本来の運命なら、オイスターは食べられるべきだよね。まあ食べられるために生きてないけど。ね、これ人間だったらまた変わってくるんだろうね、人間の感情が。オイスターだった。やっぱ対抗勢力だよ。